はい、皆さんこんにちは、ゆうじと申します。本日もよろしくお願いいたします。沖縄からですね、帰ってきて早3週間ぐらいもう経ちますが、無事帰ってきております。自分が今ですね、上げている動画がありますが、沖縄旅行一人旅パート1、パート2、パート3とですね、引き続き続いていきますのでですね、ぜひとも皆さん見ていただければと思っております。で、本日ですね、飲んでるお酒、いつものパターンですね飲んでるお酒はですね、はい、じゃじゃんと八重泉ですね、石垣島のお酒になります。こちらのお酒の方ですね、本日は飲んでゆっくり喋っていこう、もしくは三振引こうかなみたいな感じで思っておりますので、本日もよろしくお願いします。お疲れ様です。さあ、もうこのパターンになればですね、三振引こうかなっていう感じなんですが、自分自身がですね、沖縄から帰ってきた時にいつも聴きたい曲っていうのがですね、ありまして、バイバイとご存知の方いらっしゃるかな、千奈貞夫さんっていう方がですね、当時はこのバイバイ沖縄っていうのがですね、レゲエチックな曲、まあ時代の先駆者ですよね。そういった方がですね、この三振で弾いて歌って、まあ大衆では受けるのですが、実際にその三振をされているような古典民謡とかそういう中でですね、大ブーイング、大批判を受けたような曲ではあります。まあ現在となってはですね、まあ賛否両論もいろいろあるかもしれないですけれども、そこも受け入れてですね、これも一つの沖縄の曲としてですね、いまだに継承されているようなところがあるかと思います。本日はですね、そういった千奈貞夫さんのバイバイ沖縄、これをやっていきたいと思います。いやーそうそう、ではいきます。バイバイ沖縄。ちょっと言い訳していいですか、言い訳。実はですね、私、去ること、遡ること、6時間くらい前からですね、青森飲んでます。申し訳ない。いや、なんか思いつきでですね、久々になんか弾きたいな、歌いたいな、皆さんに届けたいなっていう思いでですね、
ちょっと一発的な感じで撮ってみたんですけど、やっぱりちょっとうまくいかなかったです。今後はですね、もうちょっとですね、お酒を深くこんな風に飲まずに、しっかりと弾いて歌えるような動画も上げていきたいと思っておりますので、今回に限ってはご了承願いたいと思っております。それではですね、本日もですね、皆さんご視聴いただきありがとうございます。そしてですね、またですね、先ほども述べましたように、沖縄旅、本当、沖縄本島一人旅がですね、まだちょっとパート、今のところパート3と特別編上げていますが、まだパート4、パート5とですね、ずっと続いていくのでですね、もちろんですね、そういった動画も見ながらですね、たまには私のですね、酔っ払って三線を弾くようなですね、こういうところもですね、おちゃらけて見ていただけても面白いのではないのかなと思っております。最後まで皆さんご視聴のほどありがとうございます。そしてですね、またチャンネル登録されてない方ですね、チャンネル登録していただければですね、私の励みになりますし、もちろんですね、コメントもいただければコメントをぜひ返しますんで、何卒よろしくお願いいたします。では本日はこれにて、お疲れ様です、皆さん。